ケープホットポテトチップスはポテトチップスのブランドとして知られるスナック食品会社。本社はアメリカ合衆国マサチューセッツ州のケープホットミサキのハイアニスにあるスナイダー・アッツ・ランスの子会社である。ケープホットブランドのポテトチップスパッケージにはカルソンアンティーク体で社名が書かれノーセット灯台の基版画が印刷されている。1970年代、リンバーナードは 自然食品店を開店し、1980年により健康な食品について考え、ケープホットポテトチップス社を創立した。夫のスティーブ・バーナードはハワイで自然派ポテトチップスを試食し、改良を重ねた。1980年、彼が創業していた自動車部品会社を売却した。彼はペンシルバニア州トーマスビルにある マーティンズポテトチップスで一週間製造過程を学んだのみで、スナック業の知識はほとんどなかったが、3000ドルでポテトスライサーを購入し、マサチューセッツ州ハイアニスに観光客向けの800、平方、フートの店舗を開設した。通常の製造過程と違い、スライスしたポテトをベルトコンベアで油の桶、OK、を通し、数回に分けてケトルで火を通し、 油の入った浅いバットの中で、熊手状のものでかき混ぜながら揚げ、より噛み応えのあるチップスに仕上げる。スナック食品協会会長ジェームズ・エイ・マッカーシーは、バーナードはケトルチップスの考案者ではないが、卓越した商品を作り上げたと記した。1980年7月4日の創業以来数ヶ月は軌道に乗らなかった。その年の冬、一台の車が、 店舗の表窓に激突し、危うくスティーブの娘に当たるところであった。この事故により、保険会社からの支払いが行われ、世間にも認知され、翌夏までに軌道に乗り、売り上げが十分に伸びて、多数のチェーンスーパーで売られるようになった。1985年、アンハイザー・ブッシュに買収され、イーグルスナック部門の一部として創業された。 アメリカ合衆国先海岸全域で売られるようになり、翌年の1日の売り上げは8万袋で、年間総売り上げは1600万ドルとなった。1996年、バーナードはアンハイザー物資から会社と工場を買い戻した。1999年、スナック食品会社のランス社はバーナードから会社を買収し、年間売り上げは3000万ドルとなった。2009年、 ジャズピアニストの上原博美は、ソロピアのアルバム、プレイストゥビーに、ケープコットチップスという曲を収録した。2012年春、CG 処理されたカモメがバンドとなり、クロックオブシーガルズの1982年のヒット曲、アイラの演奏するコマーシャルが制作された。リルウェインのミックステープ、ソーリー・オン・ザ・アウェイト2の曲、ノーヘーターズに、ポケッツ・ルッキン、ライク・ザ・ブロブ。 チップスライクケープコットという歌詞がある。ありがとうございます。